散歩、略してユーロポ、北海道王道旭山動物園編、背景生きてるみんなへ。今回は北海道旭川にある旭山動物園に行ってきました。様々な動物さんたちの中で特に印象的だったのはお猿さん。お猿さんの謎の大行進について、リューラン旅の一句、お猿さん夢に向かっているんだね、そういうことにしちゃいますね。お腹も満た